はい、ではこいつはこの上のここがキャップになってます。これは手でバチンと外れます。そうするとここにプラスかな、プラスのネジがありますんで、こいつを外します。はい、プラスドライバーでキュッキュッキュッと緩めていきましょう。ちょこっとしか閉まってないですね。そうするとネジが外れます。ここ蓋閉めといてくださいね。そしてこれを引っ張ります。もう一段引っ張ります。そうするとこれで止まってるようです。じゃあこいつをウォーターポンププライヤーで外していきましょう。してそうするともう手で回りますね。手で回していって、そうすると下が落ちるので下を押さえて外れるまで回す。はい、外れました。パッキン、パッキンも外す。パッキンも外したらこのように外れます。下を見てみましょう。はい、下も外れました。じゃじゃーん。こんな感じですね。サーモスタット。そしてホース。で、中もこんな感じで外れましたね。はい、穴が開いてます。穴が開いてます。はい、穴が開いてます。ここに新しいやつをつけていきます。はい、というわけで今回は洗面台の水洗金具の取り外しでした。次は金具がまだ届きませんので、届いたら取り付けの手順を簡単にやっていきたいと思います。よかったらチャンネル登録してくださいね。では、バイバーイ。